缶コーヒージョージアヨーロピアンシリーズが新しく生まれ変わります。2002年に発売したジョージアヨーロピアンは微糖物として長年親しまれてきましたが、今回スペシャルティーコーヒー専門店サルタヒココーヒーとタイアップして、原料豆、焙煎、抽出など全ての製造工程を見直すことになりました。新発売されるコーヒーはジョージアヨーロピアンシリーズ、カオルブラック、コクの微糖、熟練ブレンドの3品で、いずれも本格的なコーヒーが味わえます。サルタヒココーヒーは大塚智之氏が美味しいコーヒーをもっと多くの人に知ってほしいという願いで東京恵比寿にオープンしたコーヒー専門店。一番はその僕らマウスフィールという単語を非常に重要視してまして、いわゆるこう滑らかで、ね、きめ細かな質感というものと、まあ、心地よく丸く口の中に広がる感じ、まあ、美味しいうどんとかだしにしても、いやスープものってこう口の中に入れた時にただ力強いだけじゃなくて、すごい優しく口の中で丸く広がる感じがあると思うんですね。でコーヒーにおいては僕は液体としてそういうものだと思っているので、そこに一番力点を置いて作り上げました。日本コカ・コーラ商品開発小杉ディレクターにお聞きしました。実はこれまでもその味については非常にこだわりを持ってやってきたんですけど、今回そのサルタヒコの大塚さんと組むことでちょっとまた視点が違った取り組み方で、具体的に非常にこう基本的なことを忠実にやっていった結果が今回の製品につながったのかなと思いますので、そういう基本も大事にしながら、よりこの先味を良くして提供していければなというふうに思っています。